あなたが後手です。ニラの方、対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、相振り飛車。8連勝。何？ 8 連勝だと。やめていただきたい。さあ、左側のパンツで勝負いたしましょう。勝負できるかな？どうかな？お、何ですかそれは。居飛車穴熊。パンツ脱がしてくれるかな？脱がしてくれそう。角は浮きましょうかね。角浮き、角引き。まあ、角浮きですよね。角浮かないと絶対使えないですもんね、角。まあ、パンツ脱ぎますか？パンツば脱ぐ。まあ、金でフォローします。他ですね。角の逃げ道、一旦作っとくのかな。2分30秒。で、玉の位置は、ちょっと嫌なんですけどね。まあ、この筋に行きましょう。飛車は、これで対応。多分戻ってくるから銀で対応。あ、千日手？千日手する？いいよ。千日手しない。千日手しないと。ほう。どっから行くかな。どっから行くんでしょうね、こういうのって。ここ？ここ？ここ？なんていう声を出すんだ。ここ。金がキモキモ金みたいになってる。大丈夫これ。キモキモ金ですか？あ、痛い。ん？桂馬飛べるけど。いやー、飛ぶか。あ、どうする？ちょっと微妙。これなー。あ、桂馬取ってくれた。お優しい。で？どうするんですか、これ。5号桂馬打ち。1分30秒。あるかな。5号桂馬。金出て、微妙か。いや、でも5号桂馬いい気がする。いい気がした。引く。引くでいいのか。まあ、ちょっとこっちになるかな。これ角切るってこと？あ、角切りやばい。いや、やばくないな。角も切っちゃえ。知らん。知らない。これどうにかなりそうだ。多分。どうにかなるのか。これどう？ちょっと嫌なんじゃない？嫌じゃないのか。あー、歩打っときゃよかったんかな。これ遅いかな？遅い？これ。これ取って、飛車打ちは桂馬打ちましょう。パンツ履きます。パンツ履いてしのぐ。で、多分この手が詰めろなんですよ。おそらくね。おそらくですけど、これ詰めろっぽい。これは決まったんじゃないか。よ。これは詰みですね。詰みっすよね。あ、やばい。これ詰みじゃなかった。あ、詰みか。あ、詰みじゃない。30秒。ん？これ、伝説の打ち歩詰めってやつか？
あー、打ち伏せ目だ。打ち伏せ目だ。やばい。20秒。取るか。あー、これやば。でもこれ一応詰めろ。で、こっち王手かからないから大丈夫。これ、詰みじゃない？詰みだよね。あふめ！よかったよね。焦った、ありがとうございました。あなたが後手です。2段の方、対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、右翼。右翼か。右翼、どうすればいいかな。あー、わからんな。あ、右翼っぽい。右翼っぽい。あ、間違えた。めっちゃナメプみたいになった。やばい。あ、しかも右側行くんか。おい、ふざけんな。ふざけんなよ。居飛車穴熊。これまあ、パンツ脱ぐけどさ。パンツ脱ぐけどさ、あんまり意味ないじゃないですか。パンツば脱ぐ。まあ、いいでしょう。桂馬飛ぶ手はあるけど。2分30秒。ありかな。いやー、ちょっとな。いやー、厳しいな。非常に厳しいな、この戦い。どうする？こっから。まあ、歩はつきましょう。これは取ると？なんかあるのか？あ、歩打たれる。銀の頭？ちょっと嫌だな、これ。金を置いておこう。これ銀の逃げ道確保です。お相手歩がないので攻めれないんじゃないですか。あーはーん、なんだいそれは。怪しい角ですね。2分。こうするととりあえず角出るのかな。違う。あー、端歩つきて。あ、よくない。端歩はよくないか。端歩はよくないな。端歩つくと、え、マジ？え、これ、ただよ。ただ、だけど、取るよ。取った。これ、なんかあるの？何もないように見えるけど。歩なられる。取ると？あー、次歩。次歩か。なるほど。飛車をもう転換して交換しようみたいな。させぬ。させぬ、そんなことは。これでどう？あ、どう飛があるわ。いや、同飛があるな、これ。3号飛がちょっとやだ。嫌すぎ。まあ、3号飛は3七桂馬でちょっと我慢しましょう。なんか相手の攻め切れてる気がするんですけどね。まあ、角を、取りましょう。これ取るしかない。同金。同桂。同桂か。同桂は飛車打ってどうかな。で、ちょっと飛車を合駒に強制させといて、あ、そうなるのか。飛車じゃなければ角打ちで結構きついんじゃないのかな。え、これ詰みあるんじゃない。3一竜同玉、2二銀打ち、
ないわ。罪ない。諦めます。早々に諦める。まあこれ4四歩とかですかね。4四歩。3四歩取って、どうかな。って感じですけど。これは、さすがになっといて。まあ、銀取って、さすがにいいんじゃないですか。これ取れるから、同銀に対して、馬入って、決まりですかね。決まってますよね。決まってそう。30秒。あ、そこか。これは馬でブルドーザーしましょう。これで詰みじゃないかな。あ、ですね。はい、ありがとうございました。ドガンでしたか？一局を振り返ったとしたら、右玉に対して左側のパンツは良くないと思います。はい、ありがとうございました。